今日のレシピはシンプルな炒め物です。とあるポイントで下処理も簡単、あっという間にできますよ。冒頭ですが、いきなりとあるポイント公開です。それはこの水耕栽培のほうれん草、アクが少なく水洗いだけで食べることができるのでありがたいです。カット済みのお肉を買ってくるのも時短方法の一つですね。加工されていることで若干高いということもありますが、今日買ったお肉はカットされていないものも同じ値段だったので、そりゃこっちを買いますよね。簡単というのも美味しさの秘訣です。無理せず気軽に自炊、これが若葉キッチンのモットーです。今回使った材料等の一覧です。参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、作ってみたいと思った方は高評価をいただけると励みになります。若葉キッチンでは簡単にできる自炊をテーマにした動画を日々上げていますので、よかったらチャンネル登録、通知ボタンも押していただけると嬉しいです。ご意見、ご要望も待ってます。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。